うすぐカムロ町に着く。真冬、黒岩の居場所は？まだ見つからない。連絡もつかなくて。ただそれと関係あるかどうか、劇場前で発砲事件があったみたい。発砲？ええ、だからもしかしたら黒岩もそこに。ただのチンピラじゃねえな。厚労省の雇ってる兵隊？邪魔してくるなら殴ってよし。劇場前まで突っ切ってくぞ。そうこなくっちゃない。止まれっつってんだこら。こうもバンがバンバンやってきやがるんだ。ん？待て違うぞ。ふざけてる場合じゃないんじゃない？兄貴、だから違うって。頼むよ海藤さん、頼りにしてるんだから。行くぞ。
れってもしかして黒岩がやったんじゃねえのか。帰り討ちにしたんだ、自分を殺しに来た連中。で、それからどこ行ったんだ。なあ、ちょっとダメだよ。まあ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 。黒岩にやられたのか。やつは創薬センターに向かった。え？長野殺す気だろう。狙われた復讐にアドデックナイン潰して、事務次官たちも全員破滅させる。クズ同士で潰し合ってくれるってこと？やったじゃん。いや、今小野に死なれたら結局事件は闇の中だ。大久保君の冤罪も晴らせなくなるぞ。え？黒岩を追う。あ、真冬、創薬センターに警官を手配できるか。蝶野が狙われてるらしい。すぐ安全な場所に移してくれ。手間のかかる野郎だ。ああ、黒岩は見つけ次第確保。銃を持ってるぞ。着いたかな。今どういう状況だ、黒岩。止まってください。弁護士の矢上だ。小野はもう安全なところへ。いや、我々も状況がよく分かってなくて。ちゃんと情報が伝わってないのか。急にいろんなとこから命令が来て、指示が錯綜しているんです。黒岩。八神だな、お前。どけ。バカ言え。全員所持品を改める。両手を広げてみせろ。なんだと？なんでだ。お前らから小野博士を守るためだ。早くしろ。小野を狙ってんのは黒岩だよ。あんたら騙されてんだって。あいつを止めろ。あいつが小野、銃を持ってんだ。ワッパかけろ。海藤さん、黒岩は研究棟へ向かってる。目的地は小野の研究室だ。止めないと。いいけどよ、後のことは知らねえぞ。お前ら絶対捕まるじゃないか。これ、八神さん、弁護よろしく。黒岩、ダボ、そっちは後だ。